こちら浦和競馬場から交流重賞競争をお伝えします。いよいよ発走です。スタートしました。各馬まずまずのスタート。さあ先行争い、何が行くんでしょうか。ディバインフット、前に行きそうです。では前の方からディバインフット、先手を取りました。キャッスルポイント、そのうちに続いています。その外にピーチボード、クリスタルドロール、後位をキープ。内からはタイフーンアンサー、その隣にネバーメドウ、その横にジュエルヘブン、ブローアクト、それに続きます。内からはアドマイヤキャップ。第4コーナーをカーブして最初のホームストレッチにかかります。もう一度先頭から。先手を取ったのはディバインフット。2番手に G14 勝クリスタルドロール、少し間が空いてビーチモード、その隣にキャッスルポイント。この辺りで各馬第1コーナーにかかります。では前の方から。なんとなんと先頭はクリスタルドロール。これには場内もどよめいています。ディバインフット、この馬もこのグループ、少し間が空いてジュエルヘブン、並んで7番タイフーンアンサー、内からはネバーメド、グローアクトン、すぐ後ろ、その外にビーチモード、アドマイヤキャップ、そのうちに続いています。最後方にエンドルーブル、各馬砂煙を上げてかけていきます。前の方からもう一度見ていきましょう。先頭は依然としてクリスタルドロール、2番手はディバインフット、タイフーンアンサー、3番手、さあクリスタルドロール、このまま逃げ切れるかどうか。短い直線に入って後続は届くかどうか、必死に追うクリスタルドロール。2番手はアドマイヤキャップ、クリスタルドロール1着、クリスタルドロール完勝、クリスタルドロール1着、2着はアドマイヤキャップ。これが G1 馬の実力だ。クリスタルドロール